おはようございます。ザジャッホー、おはようございます。聞こえますか？おはようございます。皆さん、おはよう。はい、ということで、ザジャッホー、おはようございます。おはようございます。生活リズムがぶっ壊れた近所員カレンです。生活リズムがぶっ壊れたんですよ。本当にみんな驚かれてしまうかと思うんですけど、夜の10時とかに起きて、朝の8時とか9時に寝るみたいな、バカみたいな生活リズムになっちゃいました。はは？とあるVTuber 企業が今コミケに出演する VTuber さんを募集してるよ。とある VTuber 企業の方、真面目が取り柄、近所院カレンです。よろしくお願いします。すいません、聞こえますか？とある VTuber 企業の方、よろしくお願いします。お声掛けお待ちしております。お仕事を募集しております。金人からね。あんた原神こっそり遊んでるんじゃないですか？原神やってないんですよ最近。はい、やってないんですよ。これがまた驚かれてしまうかもしれないんですけど、原神やってないんですよ。壊れちゃうね。なになに？こちらです。まあじゃあ見たるか。ちょっと見たるか。またねー。さいちゃん。バイバーイ。頑張れ。ないですね。頑張る気持ちやっぱ大事ですよね。やっぱ。なんで急になんか流れてきたって。まあ頑張ってほしいですね。まあ、なんか私としては、まあなんか、まあ、出てみたいなって気持ちもあるんですけど、なんかね、出てみたいなって気持ちもあるんですけど、なんかこうやってなんかちゃんと真面目に考えて、なんか真面目にちゃんと考えて頑張ってる、人のところにお邪魔するのはちょっと良くないかなって。生活リズムをぶち壊し、二日連続で配信を休み、あげくんの果てに朝配信で朝ごはん食べながらやってる VTuber みたいな、私みたいな VTuber ちょっと、なんか邪魔かなと思って。あ、近い。あ、すいませんね。はあ、これぐらいでどうですか？これぐらいでどうですかね。やっぱりね、協力こそすれ邪魔するのはちょっと違うかな。なんかね、やっぱり、VTuberさんって、ほら、私みたいにさ、こうやって、みんなが優しくてさ、それに甘え倒して、こんなバカみたいな配信する、タイプの VTuber と、
すごく真面目にいつもちゃんと考えてやってるタイプの VTuber さんの2種類がいると、私は圧倒的バカなので、やっぱそのなんか後者の真面目な VTuber さんを邪魔するのはやはり私、あの本望ではない。うん、見て近くへん、いいよ、これがマックスかな、これが一番近いですかね。うんうんうん、何も見えない。あのね、これ大丈夫？ビリビリさん、あのこれエッチな映像とかじゃないですよ。ビリビリさん、俺エッチな映像とかじゃないです。これあの顔です。バンしないでね、ビリビリさん、これエッチな映像じゃないから、これただでかいだけだから。あの肌色の面積が大きいからって勘違いしないでね。そう、肌色が多いからこれはエッチな映像だっつって消される可能性があるからね。わかんないけど、ビリビリさんが何を判定してるのか、そう、ワンチャン怒られる可能性ありますからね。そう、でもこれ顔なんで、これあのすいません、顔がでかいばかりに、あの本当に顔が近くなってしまって、ちょっとちっちゃくするか。そう、ビリビリわかんないから、そう、マトンのおっぱいは OK だけど、私の近すぎる顔はダメっていう可能性あるから。そう、マトンのおっぱいは OK だけど、私の近い顔はダメみたいな。うん、ありますから、可能性。この皮に合わせて美味しそうです。美味しい？え？え？食べられる？食べられる？食べられる、そんなことがあったらいいのか、そんな食べられる。食べないで、食べないで、いい子にするから、食べないで、いい子にするから、もう悪いことしません。